まずは100均で買った刀を用意します。色も黒いし、本当に炭治郎の密林刀みたい。じゃあまずはみかんちゃん、ここのテープを剥いでください。はーい。確かに炭治郎の密林刀はシンプルなデザインだもんね。剥がしにくかったらシール剥がしスプレーっていうものもあるよ。これを拭くと綺麗に剥がれるの。おお。そして次、炭治郎の目くぎの部分は赤色ですね。何で塗ればいいの？じゃじゃーん、赤のマニキュアです。安くて手に入りやすいし、塗りやすいところも魅力だと思うよ。しかも爪を塗るものだから発色がいいのも嬉しいね。わあ、炭治郎の刀っぽい。もういいんじゃない？いや、まだまだ。ほら、ここ見て。唾の部分は車輪みたいになってるでしょ？でも今のままじゃただの真っ黒で何にも炭治郎っぽくないわ。あ、じゃあ自分らで作っちゃおうよ。まずはいらない画用紙を用意してください。ここの幅を測っていきますよ。だいたい 6.5 センチくらいだね。長さが分かったら 6.5 センチの線を引きます。鉛筆で丸を描きます。モンスターボールみたいになったね。付け根のサイズも測っておくよ。3センチ。真ん中に目印をつける。ここ多分切るところになるからね。そしてマジックで車輪みたいな形を描いていくの。ってちょい待って、これってさ、太陽の形じゃない？ここの塚のデザインはきっと太陽を表してんだよ。だから鬼が消滅するんだ。ねえ、絶対そうだよ。そして透明テープで補強したい方は補強する。貼れたらハサミできるよ。水面切り。そしてちょっとだけ折り曲げて切り込みを入れます。カッターを使わずに折りたたむとハサミだけで開けれるよ。それではいよいよ刀にこちらを通してみます。おー、剥がりました。でもここのペラペラが気になるなって思った方はセロハンテープで止めてね。あともう一工程。この刀の使って滑り止めのためか、こういうテープが巻いてあるよね。最後にくるくるっと巻いて、他の部分は終わりにしたいと思います。でもこの剣を振っても水がまだ出ないよ。はいはい、お待たせしました。何それ。セリアにあったフィルムカーテンだよ。本来はパーティーとかで使うっぽいんだけど、水の呼吸っぽいなって思って用意しました。すごい、それっぽい。あ、もしカーテンフィルムが見つからなかったら、青い平巻きテープと白の平巻きテープでも代用できるので、こちらを使ってみてくださいね。それでは出していきます。うわー、きれい。圧倒的水の呼吸感、楽しみ。それじゃあくっつけよう。このフィルムカーテンの長さは約100センチなので、平巻きテープを使う方も100センチにカットしてお願いします。このクラゲの足の部分までを通り過ぎて、ペタ、刀を起こして、反対側にもテープをつけたので折りたたみます。わあ、キラキラしててかっこいい。ここの長い部分をハサミでカット。刃先の部分を丸出しにします。なぜこうするかというと、アニメ版の水の呼吸はだいたい刃先が出ているから、それを再現したいなと思ってです。できました。てかもう今のこの時点だと子供とかですごい遊びやすい長さかも。そうだね。もう満足って方はここで完成にしても大丈夫だと思いますよ。でもパルクールとかに使うのだと、もうちょっと長さがあった方がいいよね。すごい、そんな長いの作れる？大丈夫、やってみる。さっき100センチだったから倍の180センチぐらい出していこうかな。ポイントとしては、洗濯物を干すように高い位置で固定してやるとかけやすいですよ。水の呼吸をイメージしながら青と白をテープで留めていく。できた。やったやった。みーちゃんありがとう。それじゃあ私早速外で振ってきます。いってらっしゃい。うわー、すごい。
羽織着てたらなんかちょっと動きにくいな。置いとこっと。そんなところに無造作に置きやがって。俺に取ってくれと言ってるようなもんじゃねえか。お前は誰だ。俺は両チンゲール。みかんのやつよりかっこよく刀を振ってやるぜ。刀はもらった。どうだ。ってちょっと待って、羽織なくなってるし。お前じゃ水の呼吸は使いこなせない。全集中。マジでやるの。水の呼吸、二の型、水車からの水の車、打ちしよう。全集中。水の呼吸、三の型、流流舞。どうだ、俺の刀さばきは。すごい。恐れ入りました。ということで、りょうちんゲールすごい、再現できてたよって思ってくれたら評価をぜひ。この材料を全部使って炭治郎スライムを作ってみてね。まずはこのアイロンビーズが入った袋を。わあ、想像以上にこっちに水が飛んでくる。たくさん入ったアイロンビーズを全部出していくよ。続いてはこのつぶつぶ粘土。危ない、せっかくのりが飛んできてたよ。次はこの炭治郎の絵が描いてあるビーズ入りの水を入れるよ。緑がたくさんで綺麗なスライムができそう。次はこのスポンジ入りのスライムを入れてみるよ。もう水の勢いが結構いつもすごいよね。なんだかこのスポンジ、やったデココみたいでかわいい。次で最後だよ。これは炭治郎の羽織の市松模様っぽいイメージだね。それではこれを一度混ぜます。洗濯のりと水をしっかり混ぜてね。放射を少しこの中に。おとととと、ほらほら、だんだんスライムが固まってきたよ。手にくっつかなくなるまで固まったら、炭治郎風スライムができました。それでは水子ちゃん風スライムどうぞ。早速作ってみましょう。まず一つ目は、たくさんピンク系の花が入っててかわいい。今度はこのキラキラのスパンコールが入った水だよ。さっきの花と相性いいね。絶対かわいいスライムができそう。次はこのピンクのラメが入った洗濯のりを入れていくよ。下に溜まっているから、それもしっかり全部入れるよ。残りは二つ。全部ピンク色でいくと思ってたけど、まさかの緑がここにあったよ。きっとこれは、ねずこちゃんの口に加えている竹をイメージしているんだろうね。できたらしっかり混ぜていきます。ここで混ざってなかったら、うまくスライムが作れないんだって。まきちゃんはスライムに詳しいんだね。では最後に、放射を入れて、スライムを固めていくよ。カラカラ言って、いい音だね。あと少しだけ放射を入れて、手にベタベタくっつかなくなるまで混ぜていくよ。プルプル言って、かわいいスライムができてよかった。全一カラーのビーズでよりいい音にしていくぞ。カラカラ鳴るだけじゃなく、このスポンジも入れてみるぜ。面白いスライムができる予感だぜ。最後はこの2つのラメを入れるぞ。なんだか黒いラメがごま塩みたいに見えないか。まあいいか。放射を入れて、とりあえず混ぜてみるぜ。あれ、なんか俺の思い描いていた全一のスライムはこんなはずじゃなかったんだけどな。手につかなくなったら完成だったよな。なんだか少しキウイみたいに見えてきたんだけど、俺の全一スライムが完成だ。今すけだよ。今までとはなんか違う感じだ。みんなとは違った感じのスライムができちゃうで、ワクワクするな。最後に気になるこれを入れてみるよ。なんだかクリームみたいだけど、なんなんだろう。うわー、これは私でもどんなスライムになるかわかりません。早速作ってみて。あれ、放射を入れてもなんだかあんまり固まってない。だんだん混ぜていって、少し様子を見てみるよ。あ、なんだか少し固まってきたみたい。ほら見て見て、それに綺麗な色。今までのスライムは半透明って感じだったけど、これはしっかり色がついてて可愛いね。ということで、
で、インナースペースライムできました。この鬼滅キャラをイメージしたスライム白に楽しそうって思ってくれた評価をぜひチャンネル登録